Wikipedia English writes about Nua and Fushi as follows. Fushi is a culture hero in Chinese legend and mythology, credited along with his sister Nua with creating humanity and the invention of hunting, fishing, and cooking, as well as a kanji system of writing Chinese characters, 2000 BCE. Fushi was known as the original human, although technically speaking he was not a human, and he was said to have been born in the lower middle reaches of the Yellow River in a place called Changi. Though this is an explanation in Wikipedia, as a matter of fact, no one knows who Nua and Fushi are and where they are from. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, would like to solve this mystery, and I also proved that Nua is Ninfurusek and Fushi is Enki in Babylonia. 中国では人類の創始者と言われている儒家と溥儀ですが、実際のところ儒家と溥儀が誰であり、またどこから来たのか誰も知りません。その儒家と溥儀が誰であるか、その謎をこの動画の中で解き、儒家とはニンフルサグのことであり、溥儀とは延期のことであることを私林博士が証明します。広志林浜松市ジャパン。もう一度画面を見ながら説明します。中国に残る儒家と溥儀の絵です。向かって左側が儒家、女性顔です。そして向かって右側が溥儀、男性顔です。まああまり当てになりませんけども、左を儒家、右を溥儀とします。まあ、どちらでもいいわけですけども、手に持っているアイテムに注意してください。儒家はコンパスを持っています。溥儀は直角定規を持っています。この組み合わせはフリーメイソンのシンボルマークのそれと一致します。ここが今日の一つのポイントとなります。で、その儒家と溥儀は誰なのかということになりますが、その謎を解く鍵を中世の画家ダ・ヴィンチの後に続いたジョルジオ・ヴァサーリが残してくれました。ジョルジオ・ヴァサーリ、簡単に言えばミケランジェロ・ボナノリティの
熱心な崇拝者ということになっていますが、そのジョルジョ・ヴァサーリはこれから紹介するような絵を描き残しています。その絵の中に諸家と溥儀の謎を解く鍵が隠し込まれていました。これがその絵です。この向かって左側の裸の女性が持っているアイテムに注意してください。手に持っているのはコンパスと直角定規です。つまりフリーメイソンのシンボリックなアイテムということになります。向かって左側の方にコンパス、そしてその向こうに直角定規が描かれています。まさしくフリーメイソンのシンボリックなアイテムということになりますが、そのコンセプトは儒家と溥儀と同じということになります。ではこの女性は誰なのかということになりますが、その前に一般説を紹介しておきます。フリーメイソンは16世紀後半から17世紀初頭に半然としない起源から起きた友愛結社である。現在多様な形で全世界に存在し、その会員数は600万人に上ると。そのジョルジオ・ヴァサーリは16世紀後半の画家です。それはともかくも、そのジョルジオ・ヴァサーリの描いた絵をもう一度ご覧になってください。向かって左側に女性、そして中央やや右寄りに一人の男性が描かれています。その二人の人物を通してジョルジオ・ヴァサーリはこの絵の中に12という数字を隠し込みました。この手法はミケランジョ・ブラヌティが描いたとされるカッシナの戦いの手法と同じです。12です。でその12は何かということですけども、これはバビロニアに残るバウンダリーストーンです。中央一番上にイシュタールが位置し、向かって左側に父親のスイン、月の神です。そして右にシャマーシュが位置し、その下にニンフルサグが位置します。左からアヌを下へエンリル、そして延期エアですね。中央上にイナンナシュタール、そしてシャマーシュ、そして最後にニンフルサグです。髪の毛に注意してください。オメガマークになっています。そしてそれぞれの神には神の数、神聖数が割り当てられていました。60はアヌオ、大きい数ですね。で50がエンリル、40が延期、イシュタール、イナンナは15ですけども、一般には8方向に伸びる、金星ですね、で表現されます。その下にシャーマーシュが位置し、右下にニンフルサグが位置します。ニンフルサグの神聖数は12です。延期と手を組んで、そして人間改造を試みたニンフルサグです。延期の妻でもあり姉でもあると言われています。つまりここに描かれている向かって左側の人物は延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグということになります。これで辻褄が合います。人間改造を試みた延期とニンフルサグ、延期が溥儀ということになりますし、ニンフルサグが儒家ということになります。Thank you.
もう一度ダヴィンチとミケランジェロ、そしてジョルジオ・バサーリの年代的な位置関係を確認しておいてください。レオナルド・ダヴィンチ、ミケランジェロ・ブラノルティ、そしてジョルジオ・バサーリと続きます。ジョルジオ・バサーリはミケランジェロの熱心な崇拝者であったと言われています。これら3人の芸術家たちは1500年後のイエスの指導家にあったか、あるいは操り人形芸術家であったと私林浩司は判断しています。例えばこれはダヴィンチの描いた岩窟の聖母の絵ですけども、このイエスと言われている子供の足にはいわゆる脱皮した皮膚が表現されています。皮膚がめくれていますね。神秘がめくれています。そして足は全体としてぼやぼやと表現されています。まあ、脱皮している足を表現したわけですけども、言うなればこの子供は脱皮するタイプの子供であったことを示しています。同じようにジョルジオ・バサーリも脱皮する人間を表現しています。もう一度先の絵を見てください。中央の男性に注意してください。腰から下にそれが表現されています。そしてその絵の中に12という数字が隠し込まれています。おそらくジョルジオ・バサーリもこの数字には気がつかなかったものと思われます。12です。つまり12というのはニンフルサグを意味する神聖数ということになります。そしてそのニンフルサグは日本にもいました。日本の埴輪です。手に注意してください。くにゃっと曲がって先が細くなっているのがわかります。埴輪です。日本の埴輪です。同じようなと言いますか、同じようなコンセプトを持った像がエジプト、イラン周辺で見つかっています。これがその像ですけども、やはり手に注意してみてください。手がぐにゃっと曲がって手の先が細くなっているのがわかります。これらの像はニンフルサグ像ということになります。太い腰もその特徴の一つということになりますが、右がバビロニアで見つかったニンフルサグ像です。となると左の3体はエジプト、イランで見つかっているこれらの像もニンフルサグということになります。足の先も酷似しています。そしてその像と同じものが日本でも見つかっているということです。皆さん自身の目で確認してください。向かって右側の埴輪はまさしくニンフルサグ像ということになります。延期の妻でもあり姉でもあるニンフルサグ像ということになります。右の像がイランで見つかっている別の像です。このような形で日本とペルシャ、そしてエジプトとは深くつながっているということになります。 by 林浩司発見です。で、その事実を裏付ける証拠がもう一つあります。ニンフルサグ像に注意してください。メソポタミアで見つかっているニンフルサグ像ですね。そして一番左が井戸尻考古館に展示してある土器と言われているものです。手の形に注意してください。手の形が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。一番左がニンフルサグ像であるかどうかは断定できませんけれども、同じということですね。そしてよく見ますと、
手の指が3本あるように見えます。そのコンセプトはやはり井戸尻考古館にある土器と一致します。3本指の、まあ、現地ではカエルと言われているものが表現されていますが、このカエルと言われているものもですね、よく見るとオメガマークをしているのがわかります。オメガマークはニンフルサグの象徴的なマークということになります。つまり左の土器はカエルなんかではなくて、まさしくニンフルサグということになります。神の中の神、エンキ、つまりプロメテウスの妻でもあり姉でもあるニンフルサグ を表現したものだと私林浩司は判断しています。右がオメガマークをかたどったニンフルサグの、まあ、いわば紋章のようなものとお考えください。オメガマークですね、髪の毛にその特徴が現れています。まあ、一応ここではクエスチョンマークということにしておきます。ニンフルサグです。髪の毛がオメガマークになっている点に注意してください。そしてそのコンセプトはエジプトのハトホール神と一致します。そしてさらに日本の縄文ヴィーナスと一致します。耳の位置が極端に離れている点に注意してください。現地ではこれを耳飾り、縄文ヴィーナスの耳飾りと説明していますが、私はこれを耳飾りとは判断していません。耳そのものであると判断しています。まあ、このような形で日本とエジプト、そしてペルシャとつながっているということです。ついでにジョルジオ・ヴァサーリの絵の中でもう一つ気になったことがありますから付け足しておきます。先の絵画をもう一度ご覧になってください。この女性と男性の間に奇妙なものが描かれています。この絵に注意してみてください。皿あるいは円盤あるいはプレートのようなものだと判断していますが、この絵の中には中央に丸い球体が描かれ、その両側に向かって右側に羊らしきもの、向かって左側に何やらわけのわからない動物らしきものが描かれているのがわかります。そして左上には7個か8個の星が描かれています。私は向かって左側のこの絵はバフォメットを表したものと判断し、向かって右側の絵はカトリックを象徴する羊を表したものだと表現しています。となりますと中央に描かれているのは地球ではないかと考えています。つまりこの地球を取り合って向かって左側のバフォメットと向かって右側の羊が取り合っている、あるいは何やら相談している絵ということになります。これはあくまでも余談です。つまりバフォメットがこの地球は私のものだ、つまりマルドックですね、そして向かって右側にいる羊がこれは私のものよとローマンカトリックを象徴していると私は判断しています。これはあくまでも余談です。以上が私林浩司が皆さんにお見せできるヌア、つまり女家イコールニンフルサグ、フーシー、つまり福義イコール延期説の証拠と証明ということになります。最後にもう一度女家と福義の絵をご覧になってください。つまり女家と福義も詰まるところペルシャから来た神であるということになります。この事実は中国の人たちにとっては誠にもってまずいということになるのかもしれませんが、事実は事実です。 Bye for now。
Wikipedia English writes about Niflsek as follows. In Sumerian religion, both the mother goddess of mountains and one of the seven great deities of Sumer. She is principally a fertility goddess. Temple hymn sources identify her as a true and great lady of heaven, and kings of Sumer were nourished by Niflsek's milk. Sometimes her hair is depicted in an omega shape, and at times she wears a horned headdress and tiered skirt, often with bow cases at her shoulders. Frequently she carries a mace or baton surmounted by an omega motif or a derivation. She is the tutelary deity to several Sumerian leaders. Wikipedia 英語版は女神ニンフルサグについて次のように書いています。シュメールの7人の神の一人、豊穣の神で天の真実にして偉大な神であり、シュメールのリーダーの守護神であると。そしてシュメールの王たちはニンフルサグの父、つまりミルクで育ったとも言われている。ニンフルサグの髪の毛はオメガマークの形をしているところから、オメガがニンフルサグの象徴的シンボルとして使われている。そのニンフルサグをルネサンスの画家ジョルジオ・ヴァサーリが自分の絵画の中に隠し絵の形で書き込んでいましたが、これは神々の謎を解く重大なヒントとなりました。広し林浜松シティジャパン。ジオルジオ・ヴァサーリです。1500年後のイエスのやはり操り人形芸術家でした。そのジオルジオ・ヴァサーリがこんな絵を描き残しています。一応ギリシャ神話に基づく絵ということになっていますが、そうした説明にはほとんど意味がありません。この絵の中に12という数字が隠し込まれていました。12、つまりニンフルサグの神聖数ということになります。神聖数について簡単に説明しておきます。バウンダリーストーンです。境界石です。王権を与えられた王たちはこの境界石を境界に置きました。その境界石には神々の像が描き込まれています。で、この境界石ではイナンナ・イシュタールが頂点に立ちます。そしてそれぞれの神々にはシンボルマークと、そして神聖数が割り当てられていました。で、この神聖数がですね、それぞれの神を表すということにもなります。右中央やや下がニンフルサグです。で、順に見ていきます。神聖数60アヌ王です。50エンリルです。そして40がエア、エンキ、ギリシャ名プロメテウスです。そしてイシュタールは15、そしてシャマーシュが20、そしてニンフルサグ、オメガマークのニンフルサグが12です。まあ、こうして神聖数によって神々を表現したということになります。その神聖数がジオルジオ・ヴァサーリの絵の中に隠し込まれていました。おそらくジオルジオ・ヴァサーリもこの事実に気がついていなかったものと思われます。そのニンフルサグを私たち人間の立場で簡単に理解しようとするならですね、
ニンフルサグというのはアヌ王の一応娘ということになっています。そしてあのエア、エンキ、つまりプロメテウスの姉でもあり妻でもあるということになります。神々の世界においてはそうした関係はあくまでも便宜上のものです。で、姉でもあり妻でもあったのがニンフルサグということになります。人間改造の手助けをしたといいますか、エンキと一緒に人間改造をした女神ということになります。話を先に進める前にジオリジオ・ヴァサーリの年代をですね、簡単に説明しておきたいと思います。リオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、そしてジオルジオ・ヴァサーリです。ウィキペディア英語版によればジオルジオ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子ということになっています。ですからジオルジオ・ヴァサーリがミケランジェロの描いた絵と似ている絵を描いてもおかしくはないということになります。で、レオナルド・ダ・ヴィンチですが、この左の子供に注意してください。マリアの指先が皮膚に潜り込んでいて、そしてその子供の皮膚には脱皮した様子が描かれています。 by 林博史です。で、その脱皮した様子は正確に、爬虫類、トカゲなどの脱皮した様子と一致しています。まあ、このような形で1500年後のイエスはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、このような絵を発表したということになります。で、今は皆さんにこの脱皮した様子をご覧いただいています。そしてジオルジオ・ヴァサーリも同じような絵を描いています。ダ・ヴィンチとジオルジオ・ヴァサーリの間には何か接点があったのでしょうか、なかったのでしょうか。で、左端の女性に注意してください。手に直角定規とコンパスを持っています。直角定規とコンパスです。言うまでもなくフリーメイソンのシンボル的なアイテムです。この2つが重なって現在のフリーメイソンのシンボルマークとなっています。と同時に、この絵の中で注意していただきたいのは、ここに描かれている人物の背中にはトカゲ特有のヒレが描かれていることです。背中のボコボコに注意してください。ヒレが描かれています。この赤丸で囲った部分に注意してください。 by 森本聡さん発見です。で、このヒレが何を意味するかですけども、ラム族特有のヒレということになります。そのヒレが中央右より下のこの人物の背中にも描かれています。注意深くご覧ください。黒く塗りつぶしてありますけども、これは隠し絵で描かれたヒレということになり、それと同じ、全く同じ絵がミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の天井に描いた絵の中にも描かれています。ノアと3人の息子ですが、この左の赤い四角で囲んだ部分に注意してください。90度左に回して反転してみますと、そのコンセプトといいますか、描き方が全く同じであることに皆さんもお気づきになると思いますが、それだけではありません。体に注意してください。体の描き方も全く同じです。まあ、もっともこれについてはジオルジオ・ヴァサーリはミケランジェロの弟子であったという点から、こうした、作風といいますかね、絵画を、学んだということも考えられます。しかしその表現の仕方が全く同じであるというのも大変奇妙なことではないでしょうか。そしてここが重要な今日のポイントになりますから、もう一度ジオルジオ・ヴァサーリの絵を確認してみてください。左はジオルジオ・ヴァサーリの描いた絵ですけども、この赤丸で囲んだ腰の部分に注意してください。拡大してみました。白い
布のようなものが描かれています。これはしかし布ではありません。ずっと足の下まで輪郭がぼやけて続いています。つまり神秘川です。つまりこの人物も脱皮するタイプの人物であったことを示しています。そしてそれと同じ、人物をですね、レオナルド・ダ・ヴィンチが岩窟の聖母ルーブル版の中に描き込んでいます。マリアなる人物の指先がこの子供の神秘の下に潜り込んでいます。その色の表現の仕方、形、コンセプトは全く同じです。位置も同じです。そしてその神秘がですね、全体としてそれが続く輪郭にでをですね、ぼんやりとしている点に注意してください。つまり神秘川がここに描かれているということになります。そしてもう一度トカゲなどの爬虫類の脱皮の様子と比較してみてください。正確に色、形、神秘の様子、脱皮している様子がですね、正確に描かれているのがわかります。つまりこれらの絵はですね、上の絵は絵ではなくて写真技術を応用して作られた、絵ということになります。このような形で1500年後のイエスはこうした画家たちを通して、神々の世界を説明したということになります。もう一度左の子供の足を見てください。輪郭がぼやぼやとして、そして足の甲からつま先にかけて皮膚がめくれているのがわかります。つまりこれは布ではありません。一般に説明されているような布ではありません。脱皮した革ということになります。注意深くご覧ください。そしてその脱皮した様子がトカゲのそれと一致しているという点に注意してください。今赤丸で囲んだ部分がそうですけども、輪郭がぼやぼやとしてますね。で、同じようにジョルジョ・バサーリの描いた絵の中でもそれが表現されています。輪郭がぼやぼやとしている点に注意してください。ということは岩窟の聖母の中に描かれている左の人物イコールジョルジョ・バサーリの描いたこの絵の人物ということになるのではないでしょうか。今まで私は餌の子供というふうに表現してきましたが、この人物こそがひょっとしたら替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。ともかくもこのような形でジョルジョ・ファサーリの絵とレオナルド・ダ・ヴィンチの描いた岩窟の聖母の中に描かれている左の人物子供の皮膚が一致しているという点です。で、脱皮についてもう一度簡単に説明しておきます。やはり岩窟の聖母ですけども、右の天使と言われているこの人物は一般には女性と理解されていますけども、この人は女性ではありません。それについては別のところで証明しましたが、右はミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に描いた絵です。左はダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母の絵です。やや角度が違いますから比較しにくい点もありますけども、こうした顔の称号においては違いがないという点で同じと判断します。右のシスティーナ礼拝堂のこの天井画には4枚の絵が描かれていますけども、その中の1枚です。そして残り3枚は皆ついているものがついているイコール男と判断します。そしてその背中にはやはりヒレが描かれています。このヒレに注意してください。先ほどジョルジョ・バサーリの絵の中に描かれていた、ヒレと、そしてミケランジェロが別のところに描いた、3人ノアと3人の息子のところで描いたその人物のヒレと色、形、そして色使いが一致しています。そしてこの人物の右のですね、人物の皮膚も腰から下がぼやぼやとしています。この手法はラファエロも使っています。それも別のところで説明しました。そしてこの人物の皮膚を見ていただきたいと思いますけども、やはり皮膚のですね、輪郭線がぼんやりとしている点に注意してください。つまりこの人物もやはり脱皮するタイプの人間であったことを示しています。それと同じ手法がですね、岩窟の聖母の中の左の子供、そして、ジョルジョ・バサーリの中央の下の人物にも表現されているということになります。こうして
まあ、絵画の手法といいますかね、表現の仕方が一致していくということです。つまりダヴィンチも、そしてミケランジェロもジョルジョ・バサーリもですね、要するに1500年後にイエスの操り人形芸術家であったという、つまりはその傍証が固められていくということになります。左はレオナルド・ダヴィンチです。右はミケランジェロです。まあ、このような形で一致しているということですね。で、何故に、まあ、このような絵を描いたかということですけども、三者の絵を比較してみます。レオナルド・ダ・ヴィンチです。ジョルジオ・バサーリです。そしてミケランジェロです。こうして三者が一致していきます。つまり脱皮する人間であり、そして背中にはヒレが描かれていて、そしてそれぞれが共通性を持ってつながっているということです。となると、右下のこのジョルジョ・バサーリの絵は、絵に描かれている人物は替え玉イエスということになるのかもしれません。今はペンディングということにしておきます。またその可能性も出てきたということです。で、話をもう一歩先に進めてみます。ジョルジョ・バザーリという画家を通して、1500年後のイエスはここに12という数字を隠し込みました。つまりここに描かれている左端の人物はニンフルサグであるということになります。もう一度確認しておいてくださいね。12です。そしてその数字はニンフルサグの神聖数ということになります。イコール左端の人物はニンフルサグということになります。で、そのニンフルサグは日本とも深い関係を持っています。日本の埴輪です。まあ、こうした埴輪が発掘されていますけども、やはり段々スカートを履いている点に注意してください。そして手の先は細く、まあ、手のようには人間の手のようにはなっていないことがわかります。この埴輪に注意してください。これはエジプト周辺で見つかっているやはり埴輪ですけども、同じようなコンセプトで表現されているのがわかります。手の先に注意してください。女性像ということになっていますけども、まあ、ぐにゃーっと曲がった腕、そして手のひらのない手、そして太い腰に注意してください。そして右端がですね、これがニンフルサグ像と言われているものです。こんな像も見つかっています。そのコンセプトは一致しています。つまり右端がニンフルサグ像であるならばですね、左3体もやはりニンフルサグ像ということになるのではないでしょうか。ただ女性をですね、このようにリフォルメ化して表現したとは私には考えられません。そしてそのコンセプトが日本の埴輪へと一致していきます。こうして日本の埴輪に描かれているこれらの人物は、つまりはニンフルサグであるということになります。by 林浩司説です。で、同じような像がイランでも見つかっています。ぐにゃーと言いますかね、細い腕と、そして手のひらのない手、太い腰ですね。そしてティアードスカート、段々スカートです。これをまあ偶然の位置と見るかどうかは皆さんの判断によるところだと思います。つまり日本の埴輪はですね、古代の神々を正確に表現しているということになります。その中の一つがこの埴輪であり、この埴輪は私林浩司はニンフルサグを表現しているものと判断しています。ニンフルサグです。メソポタミアで見つかっています。で、ぐにゃっと曲がった腕がですね、井戸尻で見つかっている、まあ、これは土器ということになってますけども、左のような土器でも表現されています。左の土器の腕と、そしてニンフルサグの腕を比較してみてください。つまりはサーペント族の腕ということになります。で、よく見るとですね、指先が3つに分かれている点にも注意してください。まあ、先ほど紹介しましたこの
まあ、井戸地で見つかっている土器の表面にもやはり3本指の、まあ、エイリアンらしきものが、つまりは私たちが神と呼ぶエイリアンが表現されているということになります。そして全体としてオメガマークを、まあ、モチーフにしているということも考えられるということになります。一応ここではペンディングマークにしておきますけども、要するに左が、土器ですよね。そして右が、メソポタミアで見つかっているニンフルサグのシンボリックなオメガマークということになります。で、見方によっては左の土器もですね、オメガマークを表現しているように見えます。まあ、これについてははっきりしませんので、このままにしておきますが、現地で説明されているように、これは左はですね、カエル、カエルなんかではありません。神、神です。さらにこんな興味深い事実もあります。ニンフルサグですね、耳に注意してください。目の横にある耳です。下はハトホールです。エジプトの女神です。そして一番下が縄文ヴィーナスです。目と耳の位置に注意してください。耳が異様に離れているのがわかります。つまりこうして三者がつながります。これが何を意味するか私には今のところわかりませんが、まあ、古代の神々はこのような、まあ、骨格をしていたということになるのではないでしょうか。中心線と耳の位置を比較してみてください。耳が異様に離れているのがわかります。で、結論ということになります。1500年後のイエスはジョルジオ・バサーリという操り人形芸術家を通して私たち人間に何を伝えたかったのかということになります。そのヒントがこの矢印のところにあると私林博士は判断しています。この絵に注意してください。拡大し角度を整えてみます。するとこのような絵が浮かび上がってきます。絵の中央にはですね、星が7つか8つ描かれています。7つか8つです。そしてその下向かって左側にはバホメット、つまりイエス・キリスト自身が描かれています。神を見かけで選んではいけません。そして向かって右側には羊、つまりチャーチオブローマ、つまりローマンカトリックのシンボルである羊が描かれています。つまりマリア・イシュタールということになります。そしてこの中央下には地球が描かれています。その地球を挟んでバホメットと羊が何やら話し合っているか、あるいは地球を取り合っているかのようにも見えます。まあ、その判断は皆さんにお任せします。つまりこうした構想関係をですね、1500年後のイエスはジョルジオ・バサーリを通して私たち人間に伝えたということになるのではないでしょうか。そしてこの絵全体に向かって左側にはニンフルサグが描かれています。エア、エンキ、プロメテウスの、妻あるいは姉ということになります。人間を改造したエンキ、そしてニンフルサグということになります。そしてその右側には羊、つまりエンリル一派のイナンナ・イシュタール、つまりマリアが描かれているということになります。人間を改造したエンキ、そしてニンフルサグ、それに反対したエンリル、そして、イナンナ・イシュタールということになります。そうした構想関係がこの絵の中に表現されているということにもなるわけです。後の判断は皆さんにお任せします。 Bye for now。